はい、こんばんは、タカです。まずはじめに告知をさせてください。6月の12日日曜日になりますけども、東京でイベントの方をやらせてもらうことになりました。参加費は無料になるんですけども、人数の上限が150人と決まっていますので、もしかしたら超えてしまった場合は抽選になってしまうかもしれません。講座を持っている方は優先枠などもあるようですんで、もし興味ある方は、概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、一度ご覧になってみてください。合わせて、今回は東京なんですけども、なかなかこういった大きなイベントというわけにはいかないと思いますけども、地方の方でも、こういった会というのは開いていこうかと思っています。こういった案内をする場というところになってくると思いますけども、LINE の公式アカウントも作らせていただいてます。こちらも合わせて概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。というところで、告知はここまで。今日の相場なんですけども、あまりパッとしないですよね。ただ気をつけたいのはやっぱり高値圏安値圏、高いところで買わない、安いところで売らない。特に明日ですね、 CPI の発表を控えてますから、これが通過するまではあまり大きなトレンドは期待はできないんじゃないかとは考えています。ということは重要なライン、多少抜けるみたいなことはあるかもしれませんけども、大きなトレンドにはなりにくいんじゃないかなと。そうなると高値圏でロングとかね、安値圏でショートとか、これをやってしまうと、ちょっと中途半端なポジションにもなってしまうと思いますので、その点十分注意はしていきたいですね。では今日の動き見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルに関してもずっとレンジを見てます。もう現在地はレンジの僕はもう高値圏と見てます。まだ抜けてるとは思えないですね。昨日なんかもこの高値試したりもしてるんですけども、上値ちょっと重いなといった感じはします。ただチャートはすごく強いですから、いつか抜けてくるかもなと、そんな風にも思ってはいますけども、ただそれは今日ではないんじゃないかなと。今日はやっぱり方向感ない動きは出やすくなってくるんじゃないかなと思いますので、ここレンジですからね、しかも現在地レンジ高値圏ですから、特にドルロングは気をつけたい場所だと思います。買っていくんなら下からですかね、売っていくんなら上からということで、今の現在地も上ですからね、見ていくならドルショートかなという感じはしますね。ただこの高値圏から動かない可能性はもうこれは全然あると思いますし、 CPI が通過してしまえばこれは方向感も出てくるかもしれませんから、そこは注意はしたいですね。今日に関してはこのドルのレンジブレイクは少し難しいんじゃないかとは考えてはいます。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今日に関してはもうあまり見るべきポイントはないと思いますけれども、全体的な環境としてやっぱり昨日ですかね、5ドルにかなり大きな売りが入ってますけれども、この動きによって対ドルで見た場合のサポートを割り込みました。5ドルかなり弱く感じます。多少戻りは入ってくるかもしれませんけれども、これは一旦は戻ったらショートは意識したいところです。ただ気をつけたいのは、今はこのドルとの逆相関の流れが強く出てますから、仮にドルにね調整の売りなんかが出てくると、これは強い戻りも出てくるかもしれません。強い戻りでショートをしてしまうところは捕まる原因にもなってしまいますんで、そこだけ注意ですかね。同じことがこのポンドにも言えると思います。ドルとの逆相関の流れが先週あたりから強く出てますから、ドルに売りが入れば買いが入ってくる、ドルに買いが入れば売りが入ってくる。今日に関しては少しこのドルも上値が重い状況、これ昨日からですけどもね出てきていますので、もしかしたら多少の戻りなんていうのは出てくるかもしれませんけどね。ただドルは高値圏で、少し売りは出てくるかもしれませんけども、そもそもドルはすごく強いと思ってます。下がれば買いが入りやすい環境はあると思いますので、大きな目線としては5ドルとポンド、このあたりは少し弱さを意識して見ていこうかなと。ドル強いですからね、波の反転がしっかり見えてくるまではこの関係はしっかり見たいと思ってます。逆にユーロと円に関してはちょっと方向感がなくて値動き難しくなってしまってます。ユーロが絡む通貨、円が絡む通貨、このあたりちょっと難しそうです。ということはクロス円とかですね、このあたりも少しフラフラした動きになりやすいんじゃないかなと。これもレンジが見えればね、下から買うなり上から売るなりしていけばいいと思いますけども、どうしても行き過ぎた動きにもなったりもしますんでね、一言でレンジを見ていくと言ってもなかなか難しいと思いますね。方向感が見えている通貨を見た方がある程度流れは見やすくなってくるんじゃないかと思います。というところで、今週ずっとそうなんですけどね、僕はこのドルとポンドと5ドル、この3つの通貨に注目はしていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円もこの131円はかなり上値が重そうですよね。昨日もこの高値試しましたけども、結果抜くことができませんでした。現状は1回2回とこの高値を試してまだ抜けていないと。そもそも今は調整局面で僕はもうレンジを意識してますので、上を試してダメならレンジの下を試す動きは、これはある程度想定はしておきたいです。今のところ小さなレンジとしては下限は129円の真ん中、1回これ強く売りは入りましたけども、これサポートの強さも見せていますので、
129円ミドルというのは、まあ、サポートの候補としては見ていこうかと思います。抵抗帯も131円ですね。ですからこの 1.5 円幅のレンジというのを強く意識して見ていこうかなと。そうすると今の現在地130円の前半というのはレンジの真ん中あたりになってくるんですね。レンジの真ん中ってすごくやれることは少ないと思います。ドル円の今のこの現在地の把握もこれすごく大事になってくるんじゃないですかね。トレードをしていこうと思えばこのレンジの上限でのプライスアクション、下限でのプライスアクションがすごく大事になってくると思います。真ん中ってばどんな動きをしたところでね、まあ、結局は真ん中ですから買いが入っても売りが入ってもおかしくはないですよね、まあ、そういった場所になってきますのでドル円はすごく難しい環境だと思います。ですから僕もこの130円の攻防とかね、このあたりはあまり前のめりにならずに見ようかなと思っているんですけども、一つだけ注意したいのは波のサイズ感。ドル円に関してはこれ115円からずっと上昇トレンドなんですね、まあ、ようやくこのあたりで少し流れが止まってきてますから調整の形も見えてきています。その際に、この 1.5 円のレンジ、これを注目してしまうとこれ15円上げた値動きに対して 1.5 円ですからね、 10% 程度の調整幅でしかないですから、すごく幅が狭いんですよね。もう少し大きな調整幅も意識したいところです。その際にまあこれぐらいの波のサイズ感というのは意識したいんですよね。これだとまあ上下で4円近くのレンジになってきます。普通であればこの4円のレンジなんていうのはあまり見ないですけども、今回普通じゃないんですよね。相当大きなトレンドが出ていますから、こういった大きなサイズの調整局面、それを含めた今の現在地、このあたりも合わせて見ていきたいと思います。まあ、どっちにしろこれ131円もうこれ抜きでくればまた新たな世界にもなってきそうですから、131円もうこれは本当に大事な抵抗帯になってくると思いますから注目だと思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。これもまあユーロが絡んでますからどうしても値動き難しいかなと。方向感ないんですよね。サポート割れた売りのトレンド、まあ、チャートはすごく弱いんですけども、ここ最近は流れが止まっています。調整のレンジを見ているような状況です。下のサポート 1.05、 上の抵抗は 1.06 あたりですかね。この上下の壁意識しているわけですけども、現在地、まあ、これも真ん中付近ですかね、上がったり下がったりしていますけども、なかなか抜けてこないです。まあ、これが今のユーロの状況も表しているかなと。まあ、ドルもちょっと動きもなくなってしまってますんでね、ユーロもドルも動いてないという環境ですから、まあ、どうしてもやっぱりこういった動きになりやすいですね。まあ、相場の方はもうきっかけ待ちですかね。このきっかけとしてはやっぱり明日ですかね、 CPI を控えています。今の市場は本当にこのインフレという部分にはかなり敏感に反応しますんでね、まあ、どういった結果になったとしても値は動いてくると思います。注目はもう明日に移ってると思いますからね、まあ、今日レンジなんであればもう今日はもうなかなか抜けていくのは難しいかなと。ということはまあレンジの上限下限は見えてるわけですから、まあ、上から売る下から買う、こういったのはいいとは思いますけどもね、真ん中付近の値動きは十分注意はしたいのと、あとはレンジトレードはやっぱり難しいです。少し抜けたりみたいな動きもこれは当然出てきやすくもなりますので、レンジトレードしていくんであればその点も注意ですかね。まあ、今のレンジは 1.05 から 1.06、 この上下の壁を意識はしていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、このユーロ円に関しても今週からもずっと方向がないですから、基本様子見ですという話をね、続けていますけども、まだこう値動きが出てこないですね、レンジ相場。そもそもユーロも円も方向がないですから、この方向がない通貨同士のペアということで、まあ、ちょっとしんどい動きになってますね。これもまあレンジが見えてます。下のサポート136円の後半、まあ、70とかそのあたりですかね、抵抗帯が138円、まあ、この上下の壁意識してまあ上から売るとか下から買うとか、もしやっていくんならまあそういったトレードになるかなと思います。ただこのユーロ円に関しては僕が見ている通貨の中でも一番方向感がない、まあ、本当にフラフラしてますんで、まあ、あまり積極的にやる必要はないのかなとは思ってはいます。もう基本的には抜け待ちですね。しっかり流れが見えてくるまで様子見で僕もいいと思いますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドとドルと豪ドル、この3つに僕はもう注目してますんで、まあ、特にこのポンドドルあたりは注目ですね。まあ、チャートのはすごく弱いです。下落トレンド見えていて、これ下の方に抜けてしまってるんですよね。これがすごく大きな動きだと思います。チャートはすごく弱いです。ただ現在は流れが止まって調整局面、まあ、調整ですからまずはレンジを疑います。今見えてるレンジというのが下が 1.23、 上が 1.24 あたりになってきますかね。まあ、こう見てしまえば、まあ、これも小さなレンジの中の動きに過ぎないですからね、方向感ないような状況なんですけども、ただこのポンドドルに関してはもう下の方に抜けているというこの下落トレンドが見えてますから、まあ、目線としてやっぱり売りたいですね。どこかで売っていきたい。まあ、仮にレンジトレードをするにしても下から買うはこれは慎重になりたいんですね。基本的にはやっぱり上から叩きたい。今戻りの高値が 1.24 あたりしっかり見えてますんで、トレードしていくんであればここのあたりに引きつけた値動きをまずは見たいところです。今日も一回少し戻りが入ってますけどもね、こういった戻りをしっかり見たいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。
短期足を見ても下落トレンドが止められて、現在は調整局面ですね。レンジの方が見えています。抵抗体が 1.24、今日はこの少し手前ですかね、 1.23 の70とかそのあたりを高値に今売りの方が入ってきている状況。これも 1.24 あたりをバックに今見てましたんで、まあ少し中途半端さはありますけどもね。ただこの動きが見えたことで、ここの部分が少し短期的には行き過ぎた動きなのかもしれませんよね。過去を見てみるともう少し下の方にも壁が見えてきますんで、次はこの 1.23 の6070、このあたりをバックにショートを見ていくのもありかもしれません。なんせまあ見ていきたいのはこの下への流れですね。売り圧力をしっかり見たいところなんですけども、下の方からはなかなかやっぱりショート難しいと思います。レンジですからね。レンジの下ではなかなかやっぱ売りにくいと思いますんで、売っていくんなら戻りをしっかり待つ。まあ、そうなると今のこの位置は少し中途半端かなという感じはしますね。今夜まあ戻りが入ってくるかどうかは分かりません。これも値動きですから分からないですけども、ただ戻りが入るなら、これもしっかり見てはいきたいところです。そして気をつけたいのはこれ上の方に抜けてしまった時ですね。こういったショート目線で見ているのはこの 1.24、 このあたりをしっかり壁として見ているから、まあショートを見ているわけで、抜けてしまったらこれはもう売っていく根拠は全部崩れてしまいます。まあ、そうなってまで引っ張るのは難しいと思いますからね。まあ、このあたりバックにショート見ていくのがいいのかなというふうに思います。ポンドドルに関してはこの戻りを強く意識して値動きを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円1時間足に冷やしを重ねています。まあ、ポンドドルがサポート終わっていますから、どうしてもこのポンドにも売りが入りやすい、少し売りの流れが強く感じますけども、ただこれポンドドルとの大きな違いは下の方にサポートがあるかどうかで、ポンド円というのはこれ160円にサポートがあるんですよね。これまだ割れてはいません。このポンドの弱さを見ていこうと思えば、このポンドへのこの下のサポートがすごくやっぱり引っかかってしまいますね。まあ、売っていくにしてもこの位置から売るかどうかは慎重になりたいです。もちろんこれも抜けてくれば話は変わってきますけども、抜けるかどうかは分かりませんし、それなりの抵抗というのはこの辺り出てきてもおかしくもないですからね。まあ、だからこそこの辺りでレンジ流れが止まっているのかもしれません。まあ、ちょっとポンドはもう元気がないなと思いますけどもね。ただまあポンドをショートしようと思うんであれば、クロス円はやっぱり警戒してしまいますね。逆にはポンドドルはもう完全に抜けてますんで、ショートはすごくやりやすい環境のようには思います。もうこのあたりは大きな違いかと思うんですよね。まあ、それだけ円の方に方向感がないと、そういう状況もあるかもしれませんけども、抜けてくるまでは僕はもうこの位置からショートはなかなか難しい、というところでまあ様子見になってしまうと思いますね。まあ、ポンドを買っていくような状況になれば、逆にまあ下のサポートは効いてきますんで、面白くもなってはきそうですけども、ただポンドが買われるということは、ドルの方に大きな売りが入ってこないと、まあ、逆相関ですからね、少し難しいのかなというふうに思うんですよね。まあ、ドルは今のところまだ強いですからね、ドルの売りというのはまあ調整の売りなんかはあるでしょうけどもね、本格的な売りというのは今のところまだ難しいようにも思いますので、まあ、そう考えるとこのポンド円のショートはちょっと難しいのかなと、場所が悪すぎますね。ですからまあポンドが買える状況になってくればちょっとまた考えたいと思いますけども、それまではもう様子を見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。今夜も僕はこのドルと5ドルとポンド、この3つに注目はしたいんですけどもね、そうなるとまあ5ドルドルも一つの注目通貨ということになってきそうです。チャートはすごく弱いんです。下落トレンド見えてますけども、特に昨日ですね、これサポート割り込んだんですよね。この事実はとても重いと思います。ではなぜ今までこれ割り込んでいなかったのか、それも1回買いが入ってからですね。この買いというのは先週です。政策金利の発表で5ドルは買いが入ったんですよね。この事実がすごく大きかったと思います。なのでまあ下のサポート意識してたんで、僕はすごくこれ売りづらかったんですけども、ただ昨日割り込んできましたんでね、もう割り込んだらやっぱり売りやすくはなりますね。もうこうなると目線はショートで売り場探しになってきます。ただまあ気をつけたいのは突っ込み売りですから、しっかり戻り壁は探したいところです。今日は冷やしを見ていくと、この戻りも強く出ているようです。まあ、調整の動きですかね。ですから、まあ、流れは一旦止まりそうですから、調整のレンジなんかも意識しながら、この戻りの壁探しが最初の仕事になるんじゃないですかね。もう目線ショート、売り場探しはしっかり見たいと思いますけども、今売っていくかどうかは、これもちょっと別問題にはなってきそうですかね。これも明日 CPI 控えてますから、どうしてもやっぱりこういった環境にはなりやすいかなとは思います。調整はまずはレンジを疑いたいです。レンジですから壁探しですね。特にこの戻りの壁探しをしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期的には売りの流れが強く出ています。昨日もこれ安値引きだったんですよね。まあ、相当強い売りの流れ。全くまだ流れが止まっていなかったんですけども、もう今日になってようやくこの下のサポートがうっすら見えてきました。まだこれ冷やしも確定してない状況ですから、どうなるか分かりませんけどね、まあ、一旦流れを止めたというところで、この調整のレンジを見ていきたい。戻りの壁探しですね。どこが壁になるかは今のところまだ分かりません。
まあ、今のこの環境を見ていると 0.70 を割れて売りの流れが強く出たという流れが見えてますんで、この 0.70 は一つのポイントにはなってくるかもですね。昨日もこれ流れ一旦止めれますからね。この戻りの高値、これ 0.70 の2030あたり、ここもしっかり壁にもなってきそうですから、見ていくんならまあこのあたりバックにショートですかね。ただ現在地から見ていくとちょっとまだ距離がありますから、もう少し近場に壁を見つけていくのも悪くはないと思います。ただまあ CPI の影響もあるんですかね、少し方向感もなくなってきてますんで、しっかりこのレンジを見ていくんであれば戻りをしっかり待つというのも大事になってくるんじゃないですかね。個人的にはまあこの位置のこの壁ですか、これは少しまあ場所としては中途半端さ感じますかね。まあ壁になってくるかもしれませんけども、ただこの下落の流れに対してこういった調整を見ていくには少しサイズが小さいかなという気はしますんでね。今すごくやっぱりボラが出やすいですよね。もう少しこの大きな波は意識はしていきたいところだと思います。今の相場というのは CPI を控えていて、どうしてもやっぱり動きにくい環境ですから、そんなにどんどんとトレードをやっていくような環境ではないと思うんですよね。しっかり引きつける、待つのが大事な相場だと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。これポンド円と同じなんですけども、5ドル円も昨日売りの方が入りましたからね、まあ、こうなると下への流れ強く見ていくことになるんですけども、ただこの5ドル円はこの下にまだサポートあるんですね。90円91円、このあたり過去を見ても何回か流れを止めている場所になります。直近でも一旦ここで止めてますからね、まあ、どうしてもやっぱりサポートが見えてくれば少し買い戻しなんかの動きも出やすい場所になってくると思うんですよね。ただ昨日のこの動き見てるとまだこの下落の流れが止まってなかったですからね、まあ、すぐに買うというのは難しかったと思いますけども、今改めてこの値動き見てどうですかね。やっぱりこの辺サポート強さあるなと、そう感じないですかね。まあ、こういった動きになってしまうと、まあ5ドル、まあ、弱さを見ていくというのはこれはなくはないと思うんですよね。ただし売っていくにしても売っていく場所はあるんじゃないですかと。目の前に壁がある、この位置からショートをするかどうかは慎重になってもいいんじゃないですかね。一旦反発なんかが出てきてもおかしくない場所だと思います。ただその前には一旦流れが止まってますからね、調整の動きを僕なら意識していきます。ということはまあ上下に壁が見えてくるかなと思いますんで、まずはこの壁探しかなと。チャートはすごく弱いわけですから、短期的にもこういった壁が見えてくれば、これはショートもしやすいと思うんですよね。まあ、抜けたらもちろんこれはもう投げないといけないですけども、デイトレードを見ていくんであれば、こういった壁をまずは探していくところが大事になってくるんじゃないですかね。こういった流れが止まった直後というのは、直近の壁がないような状況ですから、値動きを把握していくのはすごく難しいんですよね。ですからまずはじっくりこの壁を探していくことになるんじゃないかとは思います。まあ、そもそもクロス円で方向感も出にくい環境ですからね、このレンジをまずは疑って見ていきたいと思います。はい、ということで、まずは円が絡む通貨ですけども、クロス円なんかもそうですね。どうしてもやっぱりレンジ相場、調整局面の形がはっきり見えています。方向感がないですね。明日の CPI の結果を受けて流れも見えてくるかもしれませんからね、まあ、今すぐガチャガチャやる必要もないかなと思います。まあ、レンジになってくるんであれば下から買うなり上から売るなり、こういったのはやってもいいとは思いますけども、あまり大きなトレンドは期待は難しいかと思いますので、高値を買うとか安値を売るとか、このあたりは慎重にはなりたいですね。そして似たようなことはこのドルストにも言えると思います。ただこのドルストは大きく違う点は、環境としてはトレンドの真っ只中なんですね。下落トレンドがしっかり見えていますから、だからやっぱり売り場探しになってきます。それは5ドルもそうですね。もう今日一旦流れ止まりましたけども、サポート機能割り込んだということで、この売りの流れは見えてるんですね。ここは重視して見ていきたい。戻りが入ってくるんならこれはしっかり売り場を探していきたいです。ただ先も言いましたけども、 CPI 控えていてね、まあ、どうしても大きなトレンドは生まれにくいかなと思いますから、弱いのはわかるんですけども、突っ込んだショートはしたくないんですね。戻りをしっかり待つのが大事になってくるんじゃないかなと。というところで今日はもう待つというところがポイントになるんじゃないですかね。まあその待った結果チャンスがないとか、まあ、そういったことも全然ありそうですけども、まあ、負けるよりはマシだと思います。この CPI を控えていて方向感がない環境下でのこの下落の流れ、これを今夜は見ていきたいと思います。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。